こんにちは、平井博明です。今回はですね、上半身と下半身の捻転差について解説していきたいと思います。飛ばしに関して捻転差というのはすごく必要な動作ですね。上と下がこう引っ張り合って解放した時にビュンと自然の力で動く、これが捻転差を最大限に使えた時の動作になります。その捻転差を最大限に使うための使い方を説明していきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まずですね、上半身と下半身が同じ動きをしたら捻転差は生まれません。どうするかというと、下半身をまず動かないように上半身を使ってあげるということが簡単な捻転差ですね。下が止まってて上が動けば反動で戻ります。その戻る力プラス自分の振る力を加えてあげて最大限の飛距離を出すという仕組みになってます。それをちょっとやりますけども、まず下半身をトレーニングされたりとか走り込みだったりとかいろいろやられてる方いらっしゃると思うんですが、その使い道ですね。下半身はどちらかというと上半身の動きを最大限に使ってもその土台が安定するために下半身を例えばトレーニングしたりとか動かないように使うという言い方があれですね、使うというよりはこう動かないようにこうキープしてあげるように筋肉を使ってあげると上半身を最大限に使えますので、その使い方をしてあげた方がいいですね。使い方なんですが、まず通常のアドレスをしていただいてバックスイングからいきます。アドレスを取って構えた右膝の向き、この右膝の向きを変えないで自分のトップに持ってってください。ちょっと喋りづらいんですけどそれぐらいきついんです、捻転差って。喋れるぐらいの捻転差だと全然楽ですね。捻転差ができてないので差を作らなきゃいけないんです。なので下を止めて上だけねじれるだけねじれば、ちょっとごめんなさい苦しいんですけど、これぐらいねじるとすごいパワーがたまるんです。どこにって言ったら右太ももの後ろがパンパンに張ります。トップを作った時にこの右太ももの後ろを触ったら捻転差ができてるかできてないかがはっきり分かります。めちゃくちゃ硬いです。画面じゃ分かんないですよね。もう一回やりますね。アドレスの右膝の向きを変えないでトップの位置、この位置ですね。この位置が最大限に今捻転差をしてます。でここからグンって腰を切ったりとかですね、蹴り上げたりとかですね、そういうことがあまりこう急激なスピードっていうのを加えない方がいいです。ここからトップを作った位置からこれで脱力したら多分ブンって戻ります。それが捻転差ができている証拠なので、その戻る力に軽い自分の力を加えてあげるだけで加速しますので、ヘッドスピードが増します。なので飛距離が出るというのがその捻転差ですね。上半身と下半身の回転の差を作ってあげる。先ほども言いましたけども、下が上と同じ量回ったら差が生まれませんので、下を止めて上を最大限にねじってあげる。結構きついんです。それを例えばスイングの中に取り入れても普通に打つことができればやった方がいいです。ただ捻転差ばかりを意識して自分のショットが打てなくなるんであればあまりおすすめはしないですね。なので自分のショットにプラスしても何も害がない状態でしたらいいかなと思います。あとはですね、練習方法なんですが、ベタ足がいいと思います。最初は完全にこうパチンとこうフルスイングするんではなくて、打ち終わったフィニッシュまで右足のスパイクの底をずっと地面につけとくイメージですね。捻転差ができることがまず第一条件なので、捻転差ができましたよって言ったらもうあとは振るだけ、加速に合わせて振るだけなので、そんなにこう
きっちりしたフィニッシュとかですね、ちゃんと自分の打ちたい球を打つとかではなくて、まずはその捻転差ができて、そこで球が打てるかどうかのチェックをしてください。でそれが打ててきたら初めてその捻転差プラスのショットに近づいていくような練習方法がいいと思います。あとはですね、その捻転差を作る最大の目的というか一番多い理由というのがやっぱ飛ばしです。なのでバックスイングを取ってもう溜まってますよ、パワーが溜まってますよって言ってブーンってインパクトに加速していくので、意外とクンってこうクラブを振り遅れてしまう場合が非常に多いので、捻転差をしてヘッドスピードが加速したらその分クラブもインパクトに間に合わせる、また言ってますね間に合わせるって、でも大事なんです。ここで加速してこうやってなることが結構多いので、必ずその加速に合わせてクラブを戻してあげる、この意識っていうのはもうどんなスピードにも大切なことですので、そこは振り遅れないことを気をつけていただければと思います。ちなみに僕は捻転差というのは意識はしてません。こうやって打つような感じです。飛ばしと本当無縁な人なので、それよりもボール1個分のコントロールをできた方がいいと思ってるぐらいの感じなので、ボール1個遠くに飛ばすんじゃなくてボール1個ずらさない、そっちに僕は心がけてますので、あんまりこう捻転差を意識して回転はしてないです。なんでこうどっちが自分が得意かでいいと思うんですね、はい、なんでその捻転差ですねの作り方と体の使い方ですよね、それについて今回動画として撮っていきました。最後までご視聴ありがとうございました。